はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の歴史シリーズ第4弾お送りします。で、問題が5問載ってますので、一回ね動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね自分が簡単に解説しながら答え書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあいつも通りね、画面下げますのでお待ちください。ちょっと動きますよっ。ほっ、もうちょいもうちょいこれな。よし、じゃあ行きましょうか。ではでは、で、まず1番がですね、6世紀末に、物の部氏、これ物の部氏って言います。人の名字ね、物の部で、物の部氏を滅ぼしたほにゃらら馬子は、聖徳太子と共に政治を行った A に当てはまる名字を書きなさいということで、馬子の名字ですね。ちょっと赤のインクが太いな、これ見えるかな。これ蘇我の馬子って言います。蘇我氏って。で、教科書にはよく物の部氏と、まあ、馬子の名前も書いてあるんですけど、ちょっともう一回書きますね。この蘇我氏がちょっと争ってたんですよね。まあ他もいたらしいんですけど、まあこのメインで二人が書いてあって、で、まあ蘇我氏が、物の部氏を、まあ、滅ぼすと。こういった感じでね。で、その蘇我氏、まあ蘇我の馬子はですね、聖徳太子と、ここは協力して力を合わせて、で、政治をしていきますという流れになります。で、まあ、かなりマニアックではあるんですけど、蘇我氏が、建てた寺、まあセットで覚えてほしいのが、飛鳥寺。っていうのがありますので、ぜひね、覚えておいてください。ちなみに、聖徳太子は法隆寺ですよね。こっちはもう絶対覚える。よーく出てくるからね。で、今回も動画の概要欄の方に、まあ、一個一個この問題の復習はこの動画ですよってリンクを貼っておきますんで、まあ、そこポチッと押してもらえれば飛びますんで、ぜひチェックしてみてください。で、ここは、まあ、物の部氏とか、まあ、蘇我氏、蘇我の女子とかも、まあ、出てくることは出てくるんですけど、やっぱり聖徳太子。もう彼はね、めちゃくちゃ出題されます、テストで。やったことが多いっていうのもあるんですけど、なので、聖徳太子何やったっけな、みたいな風に思う方は、ぜひ、そっちのチェックもしてみてください。では次ですね、天下統一を目指したホニャララは、長篠の戦い、これね、戦いで武田氏に勝利しました、この武田氏。で、その後に安土城を築いたと。で、まあこのね、長篠の戦いと、まあ特に安土城だね。もうこれでこの人、もう、このキーワードで言ってください。織田信長です。まあ信長ですね。織田信長。で、まあ彼が戦ったら桶狭間とかもあるんですけど、まあ今回長篠だったんでこっちを行きましょう。信長はですね、この長篠の戦いで武田氏に、まあ勝ちます。破ります。で、当時武田氏、まあこれ戦いも結構特徴があってですね、武田氏は騎馬隊って言って、まあ、馬に乗ってね、こう戦う戦術がすごい得意で、めちゃくちゃ当時強かったんですよ、武田氏。もう無双状態だった。言ってしまえば。ほんと強かった。でも、それを信長は勝つんです。どう勝ったのか。それがすごく大事で、この時に、信長は鉄砲を使うんです。まあ、鉄砲隊って書いておこうか。そう、これを実戦で使って、当然馬がどんなに強かろうと、鉄砲ね、遠距離、遠い距離から撃てる鉄砲を使われたら、まあ勝ち目はないですよね。そう。で、この鉄砲に関しても結構出題されますので、覚えておいてください。で、さっき言ったように、信長は安土城です。安土城。こっちね。で、その、まあ、近くではないんですけど、その少し後に大阪城が建てられます。で、そこ混ざらないようにしてください。安土城は信長。で、大阪城は、秀吉ね。豊臣秀吉です。建てた人が違いますので、ここで混ざらないように気をつけましょう。では次行きます。で、それ3番はですね、まあ、答え先に書いちゃいましょうか。銀閣と同じ敷地内にある、東宮堂の同人祭って言うんですけど、と呼ばれる部屋があります。で、その部屋は、室町時代に成立したある建築様式が取り入れられていると。じゃ、その建築様式の名前書きなさいということで、
まあこれね、東宮堂の方がなくても銀閣だけで、もうこの作りをね、セットで覚えちゃってください。書院作りと言います。書院作り。これ割と作りの部分、これで間違える方いるんで気をつけてね。書院作り。こっちの作るね。っていう、その、建築、まあ、建て方というか建築様式が入ってる。まあ、特徴としては、例えば、障子があるとか、床の間が、いや、だと、設けられてるとか、まあ、畳がね、敷かれてるとか、いろいろあるんですけど、まあ、東宮堂の方がなくても、銀閣っていうキーワードが来たら、書院作りだなと。あ、まあ、あと、室町時代っていうのもぜひね、セットで覚えてほしいんですけど、まあ、これはセットで覚えてください。で、あと2問、選択、まあ、選択系ですね。まず4番 XYZ 行きましょう。ここはですね、戦国時代における日本の対外関係、つまりま他のね、国ですね、外の国との関係を述べた文として、正しいものには丸、間違っているものには罰を書きなさい、ということで、まず答え先行っちゃいましょう。ここ、X、丸です。Y、罰の Z、罰です。答えはね。では、一個一個チェックしていきましょう。まず X。南蛮人と呼ばれていたポルトガル人とかスペイン人との貿易が盛んに行われたと。この当時、ポルトガル人とか、まあ、スペイン人のことを南蛮人と言っていて、その彼らと貿易をしてたんですね。だからそのまんま、南蛮人と貿易をしてたので、南蛮貿易って言うんですが、これ戦国時代の話です。で、戦国時代っていつかっていうと、信長とか、秀吉ありましたね。これが安土桃山なんですけど、その前です。前。まあ、武田とかその辺ですね。が元いた時。戦国武将がいた頃ですね。まあ、ここは出てきてますけど。いいかな。その頃が、南蛮人と貿易をしてました。南蛮貿易ね。で、次が、九州地方で島原天草一揆っていうキーワードを書きました。で、後ろが、その後ポルトガル人が追放されて、長崎でその中国とオランダだけが貿易できますよっていう。で、これは前回の、てか、ごめん、すっごい今更だけどさ、これ、4番だね。すんごい今更、ごめん。で、前回の動画、3番の動画の時にこれ出てきたんですよね。で、そこでも説明したんですが、島原天草一揆って言われたら、これも江戸です。江戸時代の話。もうこれはリンクさせてやってください。いいかな。だから、まあ、戦国の話じゃないよっていう。で、Z が中国の、まあ、祖。国が、まあね、中国ね、その時代によって国の名前変わりますけど、明だったり漢だったりとかね、清とかさ。で、まあその時宋がいて、そこと貿易をしてましたと。で、商人とか、が行き来してた、行き来してて、宋銭、宋のお金ね、宋銭が輸入されたりしたと。だからこのまあ日本と宋の貿易なんで、日宋貿易なんて言われるんですけど、この日宋貿易、宋との貿易を推してた人が誰かっていうと、これも、宋との貿易って言われたら、この人、平の清盛です。平氏と源氏の時の平です。平氏の方ね、平の清盛がやってました。で、ってことで、まあ、今間違っちゃった。平の時代は平安ですね。この末、平安時代の末ぐらいに行ってたのが、日宋貿易になります。で、若干この日宋貿易はそんな教科書でピックアップされてないので、ちょっとマニアックなところにはなるんですけど、まあ、ぜひね、覚えておいてください。で、ラスト5番ですね。で、5番は今度は江戸時代における社会の様子を述べた文として、最も適切なもの、まあ、江戸に起こったことどれですかっていうのを聞かれてます。あいうえですね。で、これも答えからいきましょう。これ答えは、うです。う。まあ、全部やっていくんですが、うのこれ、百姓一揆と打ち壊しっていうキーワードが入ってましたね。会社の米の買い占めにね、こう反対してとか。でも、この話出てきたら、これ江戸です。百姓一揆と打ち壊し。めっちゃ出てきたの、これ、江戸になるので。まあ、このキーワードで江戸と繋げちゃってください。で、一個一個確認していくと、まず、刀狩りです。案に関しては。まあ、全部読むと、刀狩り令が出されて、農民から刀、槍、鉄砲などの武器を取り上げる刀狩りが行われたと。じゃあ、この刀狩りしたの誰だっけっていうね。この人ね。秀吉です。豊臣秀吉が刀狩りを行いました。で、秀吉が活躍、まあ、信長秀吉がね、活躍してたのは、
安土桃山時代なので、まあ江戸じゃないよってことで、あは×になります。で、いいですね。今ね、ちょっとマニアックな知識になるんですけど、農民は荘園領主と地頭の両方に支配されるようになって、地頭のひどい行いを変えた訴状を領主に出すこともあったと。これですね、まあ、書きました。荘園領主、まあ、荘園の主ですね。と、地頭っていうのが、これね、二重支配といって、その荘園領主と地頭から農民が両方ダブルで支配されてるっていう時期があったんですね。で、その二重支配があるんですけど、そこは教科書ほとんどピックアップされてないです。ないんですけど、じゃあどうしたらこの問題わかるかっていうと、キーワードこっち。地頭です。こいつ。実はですね、中学校の教科書で地頭がピックアップされるのは一箇所しかないんですよ。そう、これ鎌倉なんですよ。地頭が出てくるの。鎌倉。源頼朝が鎌倉幕府作りますよね。で、その時に地頭と、まあ、守護を設置するんですけど、そこで出てきます。そう。だからね、地頭ってキーワードが出てきた時には、あ、これ鎌倉時代かっていう風に思ってください。キーワードから引っ張ってくる。ここはね。で、ラスト、絵ですね。で、絵は近畿地方で借金の帳消し。ごめんよ、帳の字間違ってるから。すまん。こうね。帳消しを、などを求めて、金融業を営んでた土葬とか酒屋を襲う土一揆、まあ、もしくは土一揆ですね。を、が起こりましたと。まあ、キーワードとしては借金の帳消しとか、まあ、土一揆とか、まあ、土葬とか酒屋を襲うっていうのもキーワードに入ってほしいんですが、これが起こったのは、これは室町時代の話になります。これも貼り付けておきましょう。いいかな。っていうのが判断できれば、まあもちろん全部できれば一番いいんですけど、まあ百姓一揆と一応詳しくがね、ピンポイントで江戸じゃんって分かればそれでもいいですし。ただ、まあ今回はこれが答えになってますけど、もしかしたら同じ選択肢で、じゃあ鎌倉時代に起こったことはどれですかって聞かれる可能性も出てくるわけなので、ぜひね、どれが来ても答えられるように、ここの範囲なので、ね、選択肢全体的に復習してもらえたらと思います。では、今回は高校受験対策歴史の第4弾をお送りしました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。